私は書家の黒田健一でございます。現在は日展、読売書房展や朝日新聞社主催の現代書道20人展を中心に著作家活動をいたしております。著作品は難しい、読めないし分からないというような言葉を耳にいたしますが、絵画を鑑賞するような目で見ていただき、墨の色がきれい、流れが美しい、迫力があり胸に迫ってくるなど、自分なりの感覚で捉えていただければと思っております。私にとって著作とは命を宿すこと、作品を通して一人でも多くの方に日本の伝統文化である書に興味を持っていただき、皆さんの心に響く癒しや感動を少しでもお届けすることができればと願っております。また手書き文字の魅力を後世に伝えていけたらと思っております。つながろうアート。